こんにちは。というわけで、このチャンネルが生まれ変わります。やったね。言ってるんですけど、はい、ね、そちらの2個目のチャンネルということでやってたんですけど、ちょまだ名前未定やねんけど、なんか外にね、ロケに行くチャンネルにしようと思ってます。一人で。もしくは誰かと。下降りチューブとか、そちらおっしゃるチャンネルでは、全く外に行かないので、会議室で撮ったり、室内でゲームしたりばっかりやから、ちょっと外新鮮にね、ダラダラ行こうかなと思います。で、それにあたって、今回、新しい仲間、カメラマンの中村元気です。お願いします。久しぶり。久しぶり。なんでタメ口？ん？いや、元後輩。な、38期ですね。5年後輩や。元アックスボンバーっていう新しい波24とかもね出てたやつなんですけど、ネタパレとか出てたな。うん。なんでタメ口？いや、運やない。まあ同い年か。あ、そうですね。今も芸人やめて友達なんで全然タメ口でいいんですけど、元気はそう、俺のゲーム実況とか雑談の生配信の切り抜きをずっと、何年やってるの？ 1 年以上やってるか。やってますね。の、やってくれてて、で、たまに元気とも、なんか、ボイスチャットでゲーム実況、一緒に生配信とかする中ですね。ちなみに嫌いな芸人誰やっけ？ネイビーズアフロ。はよ。ネイビーズアフロ。はい。ネイビーズアフロ。あ、それなんだよ。おもんない。あれなんか飲みに行った時になんかされたみたいだよな。あ、そうですね。なんか説教されて。どっちに？はじり。そうですか。でもじゃあ漫才は好きってこと？漫才が嫌い。まあ、という息のいいやつなんですよね。まあでももうやってるな、お笑い。そうですね。どうでもいいな。どうでもいい。痩せたな。あ、マジですか。また痩せたな。前会った時も痩せたけど、まあちょっとやらしいけどお金の話なんねんけど。お？いや、今切り抜きをやってもらってるやんか。はい。でそれでまあ給料払ってるやん。はい。まあその額、例えばじゃあ、そうやな、まあじゃあ例えば20万円にしとこうか、仮で。はい。今まあ20万円あげてるやんか。はい。でも今回やっぱちょっと稼働が増えるから、ロケだって大阪から東京来てるわけよ。まあまあまあ、そうですね。で、これも定期的に、だって、まあ、月2回、日本撮りはしようと思ってるから、うん、だいぶ1日中付き合ってもらおうとなるから、ちょっと給料上げるわ。マジですか？うん。20万じゃなくて、はい。20万100円にします。いらんてだよ。え？いらんてだよ、100円。なんで？え、給料でもらう小銭なんかゴミやねんか。なんですか？誰も嬉しないね、あんな。いやいや、じゃあそれ、そうか。給料でもらう小銭も嬉しない。あんま見えへんか、そこは。あんま見えへんやろ。あ、すいません。ちょっとお金の話はまたあれするとして。はい。で、今日やねんけど、記念すべきその初回で、これ月曜に上がってて、だいたい月曜、水曜、金曜の週3回更新にします。で、どこ行っても、何で遊んでも、必ずシャープ3までで終わる、月水金で終わる構成やねんけど、今週はちょっと目的やって、まあ、記念すべき初回、東京の静かなところを探そうやな。このチャンネルまだブリッジの映像みたいなのないのよ。その YouTuber の人、下のチューブでもあるけど、なんか話の流れがこう飛んだ時の合間、下降りチューブやったらなんか音流れて1秒ぐらいの続くとか、下降りチューブとか、そういうブリッジ V を撮ります。今日で撮りたいねんけど、やっぱこのチャンネルの色出したいから、外でどうせやったら撮りたいんだけど、開放感のところで。ただやっぱ東京うるさいでしょ、どこも。だからちょっと静かなとこを探しに行くと。今さ、俺と元気だけしかおらんやん。はい。言うたらこう仲間も増やしていきたい。もしいいやつおったら。うんうんうん。ルフィ。お。で今、ガイモンやんか。は？誰そいつ？誰そいつ？え？いやいや、だから
麦わらの海賊団、はい、の仲間を集めていきたい。今からそうしましょう。俺が船長でルフィ、うん、お前ガイモン。誰やねんそれ。ガイモン。ガイモン。おらんやろそんなやつ。いやーじゃあガイモン。おるおる。あれはワンピース知らん。ワンピース知らん。全然知らん。あれだれだれ。途中で出てくるなアフロのやつ。ああ。まあゾロか。ゾロですね。ゾロ。だからまあまあ3時ぐらいまではちょっとチームで2人だけちょっと大変やから。確かに息のいいやつおったらちょっとあれしたいです。そうしましょう。ちなみにこれ吉本のその辺ちょっとぐるっと回ってる。今人おらんやん一人も。ちょっと廊下とか貸してもらおうか。ちょっと行ってみよう。行きましょう。うん、この吉本本社にけどね、学校やから。おカメラやっててんな、ほんで、元気って。カメラ趣味でやってて、ちょっと。そのさ、カメラとかも持ってるわけじゃん。あ、そうですよ。だからそれ持ってこようかなと思ったんですけど。あー、それありやな。あり。どんぐらいカメラなん。よ、いいね、動き。いや、でも、すごいね。これもできる。あ、これも行こうか。ロケやな。これも行きましょうか、これ。あ、でもこんな感じになってんすね。そうそう、いや、うまっ。カメラワーク。昔な、美濃温泉行った時もカメラやってた。あ、そうや。な、旅行で行きましたね。マリコさん、長見と。はい。すげえこれ。なんなのこれ。絶対高いやん。なんなんだ。手洗いスタンドやって。どういうこと。もう出っ放し。出っ放しな。私も綺麗やからさ。うん、この水を循環してきれいにするんだって。また下で。なるほど。はい、取れたかゼロ。手抜けただけ。吉本の芸人さんにお得な情報。はい、あ、はい。吉本のね、トイレ、まあここなんですけど、うんうんうん、まあペーパータオルがないのよ。うん。こう手拭くタオルな。なるほど。ちょっとハンカチ忘れた人、こっちの、ね、給湯室がここにあります。なんか思いますそうやな、この動画。やばいな。まあ、ちょっと なんかあれやな、本社紹介。本社紹介で、今日土曜やから人おらんのかな。確かに、全然いないですね。こんなもんかなってんのよな。土曜はこんなもん。どういうことなの、うん、やっぱ言うても有料休暇やから。そうか。お休みいただいてます。本間社長とかもおるはずやな、社長室の平日に。え、おるんすか、ここに。いや、たまにおるらしいで。へ、やっぱり会社やから、ちゃんと1階ね。これが1階。いや、あんま見たことないんじゃないですか。そうかもな。ね、出た出た。ここ有名な芝生。よう見る、これ。よう見るやろ。ここで一発練習しとこうかな。あ、確かに。うん。あ、でもここもだいぶ気持ちいいですけどね。ここもだいぶ気持ちいいな。はい。でも吉本の犬感出るやろ、ここ。いやねんな、ここで。そんなことないやろ。いや、ここでしますね。じゃあちょっと仮で。はい。ほな、死ねっちゅんかい。ちょっと逆光やわ。なんやねん、真っ暗やわ、顔。どうなの、これ。言えよ。あ、こっちいいわ。こっちの方がいい。うん、こっち行こう。お前のこと誰が好きなん。だからほんまは鳥とかさ、うん、このお祭りやってるなんか。釣り合ってるな。釣り合ってんな、おい。トントン。東京？お前ここ太鼓叩いてるやん。太鼓の音するな。あかんで、ピーヒャラピーヒャラ。まあまあこういう音とかない方がええねんけど。とか、うん、はい、こんにちは。これ流行らすからね。うん。あ、こんにちは。こんにちは。気持ちいいな、芝生。気持ちいいっすね。ほんまに通らんな。ポスターとかもな、貼ってるから、吉本の。ちょっと1枚ずつ草していこうか。
やっぱそういうロケしたかったの。お得意の。お得意の。見てくださいこれ。あ、あららら。あ、すごいですね。カドラ11のポスト相続しちゃいました。え、これなんで吉本とも貼ってんの？関係してるんですかこれ？あ、金近大輝が出てるから。ああ、なるほど。あ、これじゃん。あ、ほんまや。激気象やん。いやいや、激気象やん。いや、激気象やん、これ。何じゃお前。いやいや、え、これほんまに金近？ちゃうか、別人の人かな。いや、そうじゃないですか。ほんま？塩見くん？ちょっと、うちのマネージャーに。はい。これさ、これ金近？いや、違うんじゃないですか。違う人のことを激気象って言った、俺。もしかしたら。はい。あ、いらっしゃいます。あ、そうやん、ね、でもどうなんやろ、なんかこの辺の人なんかもしれない、俺の知らんさ、八木さんかもしれんし、笠原さんかもしれんね。消防団員募集中和牛オズワルド横澤夏子だ、誰？狭間寛平の横、誰これ？これゆうちゃみ、ゆうちゃみなんですか？ああ、そう、和牛消防団って。かんじさん肌汚いなこの白黒のポスターでわかるぐらい。確かに調子悪いな。調子悪いですね。怒られるかなこのロケ。まだ貼ってる方が悪いな。そうですね。あ、ミキー、なにこれ、ミキマン。あ、いい、ツアーすんねや、めっちゃええやん。いいポスターですね、これ。いや、こんなんが撮りたいの。そうですよね。外で開放感あるところで、東京でここ探そう。認知度調査しよう。興味のこういうのさ、なんか貼ってくれへんの、俺らのやつとか。確かにないですよね。あれば貼るんですけど。ない。現状その、あ、作ってる違うポスターがないので。あ、仕事がない。あ、そっか。ザ・セカンド出た。出た。見た。見ました。どうやった？いやいやいや、面白かったですよ。え、どうでした？これじゃあ、まあまあな、まあな、そのだって15年以内に成功してない人らのネタの大会もね、そもそもしゃあないかなって感じちゃう。そのまあまあレビューはまあまあいいんちゃう。いや、成功してないっていうか、いや成功してないやつらのな、やつらあんまやったかな。あんまやった。うん、ネタ見た？いやいや、見ましたよ。え、なんかあのベテランの人らやなみたいな。いや、そう、それが結構さ、一般の人は褒め言葉で言ってたよな。いや、ベテランやからさすがやなみたいな。ああ、やっと安定して聞いてられる。はいはい、はい、そんなことないな。いや、おもろい人もおったけどさ、うん、微妙やな。まあまあこういう本社なんですよね。ちょっと喫煙所行こうか。あ、いいっすね。屋上ちょっと案内してもらおうかな。屋上にね、喫煙所。え、元気タバコ吸うっけ？いや、吸わないっすよ。正面のタバコ吸う？吸います。タバコ持ってる今？持ってます。あ、ちょっと吸わせてもらおうじゃん。あれ、葉巻？葉巻な、やめてん。あ、やめたんや。うん、よかったんよな、葉巻。今はタバコですか？タバコも吸ってない。吸ったことない。元気は？タバコ吸ったことある？いや、まあまあ、そのノリで。まあ、なんか16ぐらいで吸ってそうやな。マジで。は？いや、吸ってないな。低っ。せやん。低すぎへん、天井。ここ。怖っ。もともと何するとこ？怖いね、ここ。怖っ。はい、こんにちは。ちょっと、吸うか。あれ？小巻やん。え？わかるか。持ってきてくれた。すごいね。俺が何ヶ月も前に編めた葉巻。久しぶりっす。葉巻数回久しぶりじゃ。
ありがとう。うわ久しぶりや。こんなんももう捨てといてええねんな、しょんか。いや、だめ。いいよ。いや、拾った方がいい。あ、もう。うわ、なんか久しぶりめっちゃ。全然違うんですか、タバコと。なんか肺に入れへんねんって、ハマキは。あ、そうなんですか。うーん。でも、もうふかすだけね。あ、うんうん。いただきます。よう喫煙所行ってたもんな、はい、曲の。もう一回もなったな、マジどう、元気。いや、全然おもんないっす。あんなお前な全然おもんないっす。違う、おもろいとかじゃないからな、YouTube って知らんか、お前。えもうほのぼのや。あ、ほのぼのやってたんすか。ダイエットしてるわ今。あ、マジですか。一回どんぐらい太ったんですかこれ。M1 終わってから15キロやな。うわぁ、でも一応俺の身長の標準体重の域のだいぶ太り、うんうんうん、なるほどぐらいやったり。で、今は今ちょっと痩せてるぜ。10キロぐらいしたよ、そっからは。おぉ、いい感じになってる。しおみくんもダイエットしようかな。ダイエットします。しおみさん鍛えてます。ちょっとだけ筋トレします、うん、わかる。はい、でかいですもん。しおみはもうめちゃくちゃスポーツマンやから。あ、そうなんですか。あれ身長何センチ。84で、はい、ほんまはプロなれたんやっけ。そうです、ラグビー、はい、ラグビーです。もうそういう選手やねん。あ、そうなんですか。ノッコン寺田みたいな感じや。もう喋っててもさ、はい、なんかブレイキングダウンとか出てる人がおるやん、はい、ほとんど勝てるらしい。いや体格がな。そりゃ体格が。あ、そう、うん、あ、全然。え、その例えばじゃあそうやな、まあ10人2期とかは勝てる、うん、勝てます。まあまあまあ、ブリーグは見てた。見てます、見てます。おもろいよな。おもろいっすね。12人勝てる。塗り棒は勝てます。そらそうか。あの辺はそうっすね。格闘技もちょっとやってたんやっけ。ちょっとだけやってました。ちょっとだけやってて。コメオさんは無理やろ。勝てます。勝てる。コメオ勝てる。醤油2期は勝てます。結構いや上位人気強いで。結構いい勝負です。あ、いい勝負。じゃあガチで考えたんや。あー、まあ誰おったっけ。あ、ケイノスケとか無理。延長で負けるかもしれないですね。延長いくあー、そう。天心とか無理か。勝てます。え、いや、だから体格で。そう、体格で勝てる。さすが天心。タケルは勝てます。祭りいいね。祭りいいっすね。祭りとか見に行ってもええの。大丈夫だと思います。なに、あ、でもここ見えてます。うわ、なんか通ってる。あ、なんか通ってるかもしれない。なんか通ってんな。え、こんなんあるんすね。なあ、新宿で花園神社近いからね。お前のこと誰が好きなん。いや、こういうさ、まあ言うても貸し会議室やん、ここも吉本の本社の、はい、いろんな芸人が使うやん、はい、これちょっと消し甘くて前の人の会議のこれ、あ、ちょっと自由見てんの分かる。あ、ちょっと見えますなあ。そら、いや、そっから見えへんやん。はい、うわぁ、いや、生々しの回転で大丈夫ですか、それちょっとピーかもしれんけど。
かまいたち5万ん千鳥10万え千原ジュニア30万あの単価かなあこうギャラのやつとかもやってんのかなあなるほど、うん、ダウンタウン1000億そんなにそんな配分ダウンタウン1000億浜田900億松本100億浜田強っ浜田で持ってんねんな浜田なんやダウンタウンなあすごいなこれほんまになんて書いてんだよでよかというわけで、はい、はい、ちょっと今からブリッジ映像を撮りに行きます。まずは、歌舞伎町、お、東横、お、行きます。まあその、10時やねんな、今朝。そうですね。だから、人おらんと思う。あ、逆に？うん、やっぱ夜から朝までは遊ぶけど、あんまし。なるほど逆にいいと思うんで東横行きますバレちゃうよいしょ